ちゃくちゃ可愛いよ。生きててよかった。皆さんいかがお過ごしですか。私はこのニューニューニューにもう消滅しかけてます。ついにやってまいりましたジャミルバースデー召喚の詳細です。もう復刻もねもちろんおめでたいんですけれども、もうね、今回の新規へ、やっぱり新規へ来ました。早速嬉しい、見ていこうかと思います。あひゃー、バナーだけでエッチなの、もう最強従者、もう復刻の挑戦的な目もめっちゃ好きだったけどさ、今回誘われてんじゃん。うわうわチョキ。はい、期間はですね10日の4時からです。もう絶対回す、もう仕事終わったら絶対速攻回す。でね、今回のさっき言うの忘れたんですけれども、今回の SSR ジャミルはユニオンバースデーというカードらしいです。めっちゃ好きってところで、ユニオンってどういう意味。そして今回のバースデーカードもやっぱりすり抜けないみたいです。大変ありがたいです。そして見てこのあらすじ、ちょっと読みますね。ナイトレイブンカレッジで恒例の誕生日のインタビュー、魔法のバースデーダイスで選ばれたプレゼンターが幸運のギフトを運んでくると言われているが、もしかしてプレゼンター来るってことは、ボイス2人来るの今回。やばないよ、絶対回すじゃん。回すけどさ、絶対回すじゃん。そして見てください、この素敵なビジュアル。バブ好きな私としてはもう最高レベルの、 SSR 史上最高レベルの、ちょっこれグルービーしたらどうなっちゃうの、どうなってまうの。あ、ちなみに水とキー属性です。ちょっと、もうなんこの衣装、もう蝶ネクタイ似合いすぎじゃないの。ねえねえ、しかも黒シャツでさ、パーカー着てさ、何そのストライプのやつ、着こなしすぎる。こんなファンキーな服装なのに、めっちゃエッチなの、めっちゃジャミル、うわジャミル、やっぱあんたが一番好き。どないしよう。今ね、30連分しかないんです。リドルにすっからかんにされたから。おそらく課金だと思います。でも課金をしてでもやっぱり欲しい。だって最推しだもん。最推しだもん。ここはしゃーない。もうね、何のために仕事してんのかって話ですよ。もうこのためでしょ。このための給料でしょう。はい、ということでお送りしてきました。今回はジャミルユニオンバースデーの情報の解禁の動画でした。絶対もう10日眠れねー。もうゲット、もちろんね、ガチャもするんですけれども、パソストも配信できたらなって思ってます。今日はここまでです。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。